音が小さいの生息室。ナンバーアンダーラインアイ、ワイヤードミュージックフェスティバルでの音響問題を徹底解説。平野翔の圧倒的存在感。ナンバーアンダーラインアイ、ワイヤードミュージックフェスティバルでヒップホップシーンに殴り込み。パフォーマンス裏側。ワイヤードミュージックフェスティバルでのナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスについて、ファンや観客から多くの反響が寄せられました。特に、 音響面に関する問題は一部のフェス自体はヒップホップに特化した異色のイベントであり若い観客層を中心にフジロックやサマソニーとは異なる雰囲気が漂っていましたこの中でアイドル文化から生まれたナンバーアンダーライン愛が挑戦する姿勢には多くの注目が集まり彼らのパフォーマンスがどのように受け入れられるのかに興味を持つ声も多かったようです 音響に関しては、音が小さいという意見が特に目立ち、低音の不足や音質への不満が挙げられています。これはフェス全体の音響に起因するのか、ナンバーアンダーライン愛側の調整の問題なのかという疑問も浮かびましたが、多くのファンが共通して、もっと音響に力を入れてほしいとの要望を述べています。音質の問題は、有明アリーナや他のフェスでも指摘されてきたようで、長期的な課題となっている様子がうかがえます。 彼らの楽曲の持つポテンシャルを最大限に引き出すためには、音響面の改善が不可欠であり、そこに対する期待が大きいことが見て取れます。一方で、ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンス自体については、視覚的な演出やダンス、表現力などが高く評価されています。彼らの持つスター性と楽曲のかっこよさは、多くのファンから支持を得ており、 特に平野章の存在感やステージでの立ち振る舞いは印象的だったとの声も多く聞かれます。また、彼らの挑戦的な姿勢やヒップホップというジャンルへのアプローチについても好意的に受け止められているようです。アイドルグループから派生したユニットがヒップホップ特化型のフェスで存在感を示すということは、決して容易なことではありません。しかし、彼らはそのアウェイ感を前向きに捉え、 ステージでのパフォーマンスに全力を尽くしていたことがファンのコメントからも伝わってきます。特に、ヒップホップ好きの観客層からは、ナンバーアンダーライン愛の楽曲やパフォーマンスが意外と受け入れられているという点に喜びを感じているファンもいます。ヒップホップに完全に寄り切るわけではなく、彼ら自身の音楽性を保ちながら、新たなジャンルに挑戦している姿勢が評価されているようです。これは、 ファンにとっても彼らの成長を感じられる瞬間であり、もっともっと伸びしろがある、という期待感につながっています。フェスの中では、平野賞のファッションも話題になりました。ヴィトンのアウターを身にまとった姿がとてもかっこよかったと語るファンが多く、その存在感はステージ外でも注目を集めました。また、リバティ多オークの加藤社長がナンバー・アンダーライン愛のイベント参加について SNS に感謝の意を表明し、 平野との15年ぶりの再会に言及していたことからも、イベントの広がりや意義を感じ取ることができます。こうした人とのつながりが、彼らの活動をさらに豊かにし、音楽シーンでの立ち位置を強固にする一助となっていることがうかがえます。その一方で、SNS では、ナンバーアンダーライン愛に対する批判的な意見も見受けられました。特に音響面での不満が取り上げられたことは、ネット記事でも話題となり、 一部ののファンにとっては心痛いものでしたしかし、彼らはこうした批判やアウェイな環境を糧により一層成長していくであろうという期待を抱く声も少なくありません。音楽フェスにおける彼らの挑戦はまだ始まったばかりであり、これからの進化が楽しみだというファンの思いが強く伝わってきます。今回のフェスではナンバーアンダーライン愛のファンだけでなく、ヒップホップシーンに詳しい観客からも、 彼ららのパフォーマンスに対する興味が寄せられました特に彼らの楽曲がポップでありながらもヒップホップのエッセンスを持つという点に触れ音楽的な面白さを感じるという意見も見られましたこのような異なるバックグラウンドを持つ観客に対しても一定のインパクトを与えたことはナンバーアンダーライン愛の可能性を示すものと言えるでしょうナンバーアンダーライン愛のメンバー自身も このフェスでの経験を通じて多くの学びを得たようです。彼らにとって、ヒップホップという新たな舞台での挑戦は、自らの音楽性を再確認し、より深めていく機会となったのではないでしょうか。ファンの間でも、今後のステージでどのようにこの経験を生かしていくのか、期待が高まっています。彼らがどのように音響面での課題を克服し、音楽的にさらに成長していくのか。 そのプロセスを見守りたいといいいとう思いが多く語られています。また、観客層の若さも特徴的でした。フジロックやサマソニーと比較すると、ワイヤード・ミュージック・フェスティバルは圧倒的に若い層が集まっており、彼らが新しい音楽体験を求めて足を運んでいる様子がうかがえます。ナンバーアンダーラインアイのファンも、他のアーティストのパフォーマンスを楽しみつつ、新たな発見をしたり感動を覚えたりと、多様な体験をシェアしています。 特に、ウイチや NLE チョッパといったラッパーたちのパフォーマンスに感動し、その力強さや迫力に圧倒されたという声が多く聞かれました。そうした中で、ナンバーアンダーライン愛が持つポップさや視覚的な演出がどのように差別化されたのか、そのバランスがファンの間で議論されています。観客の中には、音響に関してはあまり気にならなかったという意見もありました。前方で見ていたために音の小ささを感じなかったり、 純粋にパフォーマンスを楽しんだという人たちも存在します。こうした声は、音響の問題が全ての観客に均一に感じられるものではないことを示唆していますが、それでも多くのファンが音響改善の必要性を訴えていることから、今後の課題としては避けて通れないものとなりそうです。音響面の課題を乗り越えた先にあるナンバーアンダーライン愛の成長に、多くのファンが期待を寄せています。彼らの音楽には、 まだまだ未知の可能性があり、そのポテンシャルを最大限に引き出すためには、フェスやライブでの技術的な進化が求められます。今後のツアーやイベント参加を通じて、どのように彼らが音楽シーンに新たな風を吹き込んでいくのか、その動向を中止するファンが多いのは確かです。ナンバーアンダーライン愛にとって、このフェスは新たな挑戦であり、多くのファンとの交流の場ともなりました。批判や指摘も受け入れつつ、 彼らが自らの音楽をどのように進化させていくのか、その過程を応援したいというファンの姿勢が、彼らの今後の活動を支えていくことでしょう。ファンとアーティストが共に歩むこの道のりが、どのような未来を切り開いていくのか、期待と共に見守りたいものです。ワイヤードミュージックフェスティバルに参加したことによって、ナンバーアンダーライン愛のファン層やアーティストとしての新たな可能性が広がる一方で、 ヒップホッププホシーンのの厳ししささや競争の激しさを肌でで感じる機会にもなったようですこのイベントでは数々のアーティストがパワフルで独自のスタイルを見せつける中ナンバーアンダーライン愛はその中でどのように自分たちの音楽を伝えるかという難しい課題に直面しました彼らが持つポップさやエンターテインメント性は他のヒップホップアーティストとは一線を画すものがありこれがどのようにフェスの観客に響くのかは大きな注目を集めました フェス全体の雰囲気についても多くの意見がありました。ワイヤードミュージックフェスティバル自体が若い世代を中心に多くの観客が集まるイベントであるためエネルギッシュで活気に満ちた空気が漂っていました。こうした環境の中でナンバーアンダーラインアイが示したパフォーマンスは彼らの新たな一面を観客に見せるチャンスともなった一方でジャンルの壁を乗り越える難しさも感じさせるものでした。 彼らの音楽がポップとヒップホップの境界線上にあることで、どちらの要素をより前面に押し出すべきかという課題に直面していることも、ファンのコメントから浮かび上がります。こうした挑戦的な姿勢は、ファンの中にも賛否両論を生む結果となりました。ポジティブな意見としては、彼らがこれまでのアイドル的な活動から一歩踏み出し、新しいスタイルを模索し続けていることに対する尊敬と応援の声が多く寄せられています。特に、 平野翔を中心とした3人のパフォーマンスに対しては、その誠実さや音楽に対する真摯な姿勢が評価されており、彼らがどのようにこれからのキャリアを築いていくのかに期待を寄せる声が多いです。